今回は免疫ランチ5選です。皆さんはこんな風に思われたことはありませんか？普段入れないお店に入って外れだったらどうしようとか、というかお店が多すぎてどこに入ればいいかわからないしってことありますよね。でもいつもと違うものが食べたいと思われている方にぜひおすすめしたい内容になっております。免疫でありながらもゆっくりできて雰囲気もコスパもいいお店、中心部から少し離れれば穴場な場所もありますので、名古屋観光される方や名古屋に住んでる方にも必見です。では始めます。一つ目のお店はただハンバーグが食べたいというお店で、名古屋駅から徒歩7分ぐらい、笹島交差点から広小路通りを少し東に入ったところ、川屋さんの大きな看板が目立つのですぐにわかると思います。営業時間は11時半から14時、ラストオーダーは13時半、ハンバーグがなくなり次第終わりです。注文しますと初めにサラダが登場します。お店に到着したのが13時を過ぎていましたので、ちょうど空いてきたかなってところで、言い忘れましたがお休みは土日祝日です。こちらのハンバーグは鉄板で出てくるのが特徴です。お気に入りポイントはお店が広々としているところが好きですね。待ってました。これが粗挽きハンバーグダブル1000円です。こちらのお店はランチタイムだけの営業で、ランチのみのハンバーグ専門店になります。牛肉 100% の粗挽きハンバーグ、本当に美味しいです。その上お米も美味しい、ご飯が進みます。お昼は絶品ハンバーグのお店、夜は川焼きが名物の焼き鳥屋さん。ハンバーグは2つで 220g なんですが、ちょっと足りない方はトリプルもおすすめで、女性の方でも結構注文されていました。1000円でサラダ、お味噌汁、生卵までついて、とにかくお得でおすすめです。300円でハンバーグの追加ができるのも嬉しいですね。もちろん完食です。言い忘れましたが、ご飯は大盛りも無料です。次のお店は重春というお店でして、名古屋駅から徒歩5分ぐらいの場所でビルの5階にあります。今日はおばんざいランチを食べに来ました。営業時間はランチに関しては11時半から14時、ラストオーダーは13時半です。ディナーは17時スタートです。定休日は日曜日。5階に到着しました。こちらのお店は雰囲気が好きで、今回の動画の中では一番お気に入りの場所です。今日のお目当ては重春定食で、メインは2種類から選びます。来ました、重春の昼定食、なんと1000円です。サバの醤油麹焼きですね。そして厚揚げの旨煮、レンコンもいいで、卵サラダ、ひと手間かけたサラダですね。小松菜の煮浸し、優しい味で美味しかったです。で、ゼンマイの旨煮、たまに食べたくなる味ですね。白身魚の南蛮漬け、そして見えないですがトウモロコシ入り茶碗蒸し、赤だしの味噌汁、お漬物も自家製の味で美味しかったです。ご飯は白米か五穀米が選べれて、おかわりもできます。これ青さなんですが、普通はこんなに入っていませんよね。地味に好きなので嬉しいです。ではメインのサバです。しっとりしてみずみずしい感じ、サバの麹焼きは初めてです。これめちゃめちゃ美味しいです。ここまで美味しいサバは食べたことがないかも。ご飯の炊き方もさすが和食の店ですね。ここは隠れ家的な名店で、本当は内緒にしたいなって思っていました。なんですがお店を応援したいので紹介させていただきます。もし行かれる際は予約を入れた方がいいかもしれません。はい、次のお店が
錦通り沿いにある国際センター駅から徒歩5分ぐらいのとんかつ森というお店でして、こちらの営業時間は11時半から13時までです。定休日は土日祝日となっております。今日の日替わりはメンチカツ、なんと800円です。赤だしがすごく美味しくて、ご飯も炊きたて。実はメンチカツって今まで納得できる味に出会えてなくて、なので今日のランチがメンチカツということで心配でした。めちゃめちゃ柔らかいです。これメンチカツ？全然脂っこくなくて、ソースもなんて言ったらいいのか、このソース持ち帰りたいな。本当に美味しい。愛情たっぷりなランチ、次回の日替わりが楽しみです。老舗の干物専門店、次のお店が和細胞大彦というお店です。国際センター駅3番出口から徒歩1分ぐらい、花車ビル北館1階にあります。営業時間はランチに関しては11時から14時半、ラストオーダーは14時です。ディナーは17時から空いています。定休日は日曜日と土曜のディナーです。大彦名物選べる焼き魚膳900円です。今日は平日のオープン直後に来ています。ハラスを注文しましたが、まずはそのままで。美味しいです。ここのハラスめちゃめちゃ美味しいです。確実にワンランク上の味ですね。すごくご飯と合う。お米も美味しいし、油も乗ってて最高です。本当に美味しい。小鉢のおかずとかってあんまり美味しくなかったりしますよね。ここのはちゃんと美味しいんですよね。老舗の干物屋さんの焼き魚、やっぱりレベルが高いです。明日も来たいな。来れたら来よう。毎日食べたいぐらいお気に入りのメニューです。最後のお店になりますが、名古屋駅からすぐのところ、切手の北側にあるお肉が美味しいカフェ、ニックストックというお店でして、アクロスキューブの1階にあります。営業時間はランチに関しては11時から15時、ラストオーダーは15時までに注文すれば OK です。今日は平日の13時過ぎに来ました。注文すると初めにサラダが登場。これがプレーンハンバーグ968円です。ここのお店はすごく穴場というか、お店自体も広いんですが、空いててゆっくりできるから気に入っています。熟成肉を使った手ごねハンバーグはこちらのお店では一番好きなメニューです。